金沢市の椎の木迎賓館で行われているこの展示販売会は、珠洲焼の作家団体総演会が復興の第一歩として開催。元日の地震の被害を免れた食器やビアカップ、花器などおよそ1200点が出展されました。能登半島地震では20の窯元すべてが被災し、大半の作家は活動再開の見通しが立っていないということですが、会場には大勢の来場者が訪れ、気に入った作品を買い求めていました。たくさんの方に来ていただいて、とても力になっています。これをバネに、珠洲焼の業界の復興に向けて、一歩一歩前へ向いて進んでいきたいと思っています。この展示販売会、今日が最終日で、収益は公募の再建などに充てられます。